とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はダイナモの威力を見ていきたいと思います。以前、タワーでね、ダイナモ用の弓が結構出たのよ。まずこれ、ベビークロスボウ。そして、蝶のクロスボウ。で、これ、ピンクスコーンドレル。だね。全部、ダイナモがついてます。うん。これはマルチショットもついてるし、バーストボーストリングまでついてる。で、蝶のクロスボウ、マルチショットとダイナモ、貫通だね。で、ベビークロスボウはダイナモ貫通。まあ、毒の力は別に意味はないんだけども、一応入れてるっていう感じです。どれぐらいの威力を発揮することができるでしょうか。まあ、一応このボスで試してみます。一度変身するので、一回目の矢を5回かな発射し終わったら、もう一個っていうことで。まあ、間に合えばいいけどね。どうでしょうか。まずは、これ。ピンクスコーンドレルからです。あ、で、ちなみに、防具は、弓の威力を発揮するやつではありません。どうだろうね。いけるかな。うまいことこいつを、2、3発で沈めれればいい。おお、一発かい。一発だった。嘘、こいつは。あー、ダイナモが切れた。やばい、ダイナモが切れてる。で、しかもちょっとね、バーストボーストリング入ってるからちょっと嫌なんだよな。ちょっと待って、溜めないとこれ無理。いやー、えらいことになってしまった。そうかそうかそうか、うまいこと雷の矢筒を上手に使わなきゃいけないからね。ちょっと難しいな。 OK、 この後行きましょう。行くぞ。来ない。ああ、なるほどね。マルチショットが出たら一気にいける感じだわ。うん。まあ、251のダイナモと263のダイナモじゃねえ、だいぶ破壊力が違うと思うんだ。うん。まあ、今の見た感じでは、多分263のやつだったら、結構いい戦いができると思います。251のダイナモが41万。で、263ダイナモが、66万。うん。1.5 倍ぐらいだね。これなら、期待できるんじゃないですかね。とりあえず、ピンクスコーンドレル。ちょっと微妙かな。ボスと戦うとき、バーストボーストリングは、ちょっと邪魔だったかな。普段は使えると思うんだけども。ダイナモではちょっと微妙でした。次行きまーす。では、次はこれ。蝶のクロスボウ、やってみましょう。マルチショットがついてるから、かなり使いやすいと思うんだけどね。で、さっきちょっとミスったのは、あれだ、連射器がオンになってたから、ちょっと変に矢を撃っちゃったからだと思う。今回は、連射器切りました。大丈夫だと思います。一発目、一撃でいけるか。あ、やっぱこいつはね、一撃でいけるわ。もう、次、こいつがね、4発撃てる。おう、おお、むちゃくちゃ強い。だ、一発一発はね、そんなダメージはなかったけども、やっぱりマルチショットが発動した時のダメージがえぐいね。めちゃめちゃダメージがある。わあ、これは蝶のクロスボウ結構ありかもしれないですね。じゃあ次、ラスト、ベビークロスボウ使ってみます。それではラスト、ベビークロスボウやってみましょう。これはね、マルチショットついてないのよ。でも、一応2連射発射するから、ダメージ的には高いと思うんだけどな。どうだろう。まあもちろん最初のね、このザコボスは一撃でいけるだろうけども、次だよね。あいつを何発ぐらいで倒せるか。結構連射力はあるから使
いやすいと思うんだけどもどうでしょうか。おお、あら若干残ったね。あれマルチショットが発動してたのか今までは。いきます。うん、悪く、あれあれちょっと待って待って、あれボス、あれ HP 残ってた、残ってたんだあいつ。いやまさか残ってると思わなかった。はい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 、まあ、とりあえず普通に使うとダイナモだけじゃねちょっとダメージが物足りない感じだね。だからやっぱりマルチショットがついてるやつっていうのはまあ若干運に左右されるんだけどね、運に左右されるんだけども、うん、強い強いと思う。でもそれ以上にこの2連射っていうのが強いからやっぱりねハープクロスボウだな、欲しいのはハープのダイナモの貫通、あとは何でもいいや。まあ、テンポセフトとかだったら使いやすいと思うけどね。ちょっとハープクロスボウのダイナモ貫通を探してみましょうか。まあ、運が良くないと出ないんだけどね。それをちょっと今後狙っていきたいと思います。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。